予選最終日のプレミアム G1 第21回マスターチャンピオン、終盤戦に入ってきまして、これより迎えますは第10レースです。対戦メンバー1号艇広島市川哲也、2号艇静岡徳増秀樹、3号艇岡山岡瀬正人、4号艇広島西島義則、5号艇岡山寺田千恵、6号艇兵庫安田正彦、以上のメンバーです。西島の動きに対してはやはり内枠両者が抵抗しています。インコースは1号艇市川哲也が入ります。ここは大事な勝負がけ、1着6点ちょうど、2着 5.60 です。2コースは2号艇徳増秀樹が入ります。今日の前半まくり差しから1着、得点率は第3位です。3コースは4号艇西島義則、西島得点率は第4位となっています。4コースは3号艇岡瀬正人は3着を取って 5.60 です。5コースは6号艇安田雅彦が本番では入るか、現在得点率は第6位です。3アウト6コース5号艇寺田千恵が向かっています。今日前半レースは3コースからまくり差しで2着に入っています。カドイチは4コース3号艇岡瀬が取って3対3、スタート点数は5、6コースが入れ替わっています。1号艇市川哲也人気の中心です。人気ナイター2号艇徳増、4号艇西島と票が集まっています。大時計は12秒進回転始まっています。第10レース予選競争スタートまでは10秒前です。進入コース内から1番2番4番ダッシュは3番6番5番です。スタートしました。2コース2号艇徳増がトップスタート、インから1号艇市川もスタートを決めた。逃げるのは1号艇市川、2号艇徳増が刺して4号艇西島まくる、内押すから3号艇岡瀬、行けない、行き場がないのは6号艇安田、内側から5号艇寺田が続く、逃げる1号艇市川哲也が先頭、2番手2号艇徳増が現在1点しリード、相当から4号艇西島が食らいつく、この内側から3号艇岡瀬が接近、スタートは正常です。2番手1号艇市川、2号艇徳増が旋回、3番手3号艇岡瀬を回しから差し返した4号艇西島、3番手4号艇西島が現在3点しリード、上位は1番、2番、4番です。1周目に入って1番手は1号艇市川哲也が先頭、2番手は2号艇徳増秀樹、3番手内側から若干小回りを3号艇岡瀬、握っていったのは4号艇西島が関数、3番手は4号艇西島が現在4点しリードを取りまして、4番手が3号艇岡瀬、後方から5号艇寺田、6号艇安田が続きます。2周ターンマーカー1号艇市川哲也が先頭、2番手2号艇徳増秀樹が旋回、3番手4号艇西島義則が続く、1負担4の体系5区弱、前提がホームステージに帰って残りはあと1周最終周回です。3周1番手逃げた1号艇市川哲也が先頭で3周1番クリア、2番手2号艇徳増秀樹、そして4号艇西島義則3番手、1負担4の体系動きなく3周1マーク、切り込んでくる3号艇岡瀬が若干接近でしたが、3番手4号艇西島現在3停止リードを取りまして、これから最終マークです。得点率は 6.00 で予選が終了する。1号艇市川哲也が先頭でラストマークリア、2番手2号艇徳増秀樹が旋回、3番手4号艇西島が先番だ、最後内を突く3号艇岡瀬は4番手までか、先頭1番市川五輪、2番手2番徳増五輪、3番手4番西島五輪、3番岡瀬5番寺田、ラスト6番安田が五輪です。予選の戦いも佳境に入ってきました。開催4日目のツーボートレース場、続いた第11レースです。対戦メンバー1号艇大阪松井茂、2号艇山口今村豊、3号艇が岡山新井照俊、4号艇広島前本康和、5号艇東京住谷健吾、6号艇埼玉飯島博、以上のメンバーです。どうやら枠番通りの進入となっていきそうです。インコース1号艇松井茂が入ります。明日の準優勝戦高枠を狙う一戦です。2コースは2号艇今村豊、今村は1着で6点ちょうど、2着で 5.67 です。3コースは3号艇新井照俊は1着を取って 5.80 です。そして4コースは4号艇前本康和が向かっています。現在得点率トップに立っています。1着を取れば予選トップ通過も決まります。5コースは5号艇住谷健吾、ボーダーが少し上がりましたので、ここは1着勝負です。3アウト6コース6号艇飯島キロも1着を取って 5.83 となる勝負がけです。
ガドイチャー4コース4号艇前本が取ります。枠番通り3対3と2つに分かれています。1号艇松井茂人気の中心です。人気のエター4号艇前本、そして2号艇今村と票が集まっています。スタートまではまもなく残りは10秒。第11レースの予選競争です。インコースから1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。スタートしました。スロー勢好スタート、中でも1号艇松井がトップスタート。逃げ体勢は1号艇松井、2号艇今村が刺してくる。3号艇ラインアンバー繰り出すか、切り込んでくるのは4号艇前本、間から5号艇隅は割ってくる。逃げる1号艇松井、内側から迫ろうとする3号艇新井の突破らしい。どうか、内側から迫ってくる3号艇新井、外から1号艇松井が並ぶ。スタートは正常です。2マーク内側から3号艇新井が先制した。1号艇松井はここは冷静に差し返しを狙いますが流れました。先頭は3号艇新井が振り切って2番手1号艇松井、3段階内側から5号艇角谷、外は4号艇前本が並走です。2周目に入って1マーク3号艇新井と1号艇松井クリア。3段階外を牽制する5号艇角谷、さっきまっていった懐を切り込んでくるのは4号艇前本、内をつきますが3段階5号艇隅は現在1点差リード。内側から4番手食い下がって4号艇前本が追走です。2周台とマークは3号艇新井と1号艇松井の陣、3番手内側から4号艇前本が先取っていった。ここは開いてから切り込んでくる5号艇隅が内を切り込んでくる。内をつく5号艇隅は外は4号艇前本、3段手らしい接戦が続く。4号艇前本が今度はわずかに前に出るか、内側から一転し外に切り替える5号艇隅は最終周回です。3周1マーク3番手4号艇前本が先まっていった。ここは懐を切り込んでくる5号艇隅が内をついたんですが流れまして、3番手4号艇前本が逆転。上位は3番1番4番です。3連単のオッズは 71.4 倍です。これから最終ターンマーク勝負がけ実ったが、3号艇新井照俊がまくり出しから先頭ラストバークリア。2番手1号艇松井茂、3番手4号艇前本安川総順、3番1番4番で合流。先頭3番新井五輪、2番手1番松井五輪、3段手4番前本が五輪、5番角谷、2番今村、ラスト6番飯島五輪です。予選最終日の熱戦が続いてきました。2ボートレース場のプレミアム G1 第21回マスターチャンピオン、いよいよ準優18メンバー、そしてシリーズリーダーが決まる第12レースの予選競争です。ピット離れ少々立ち遅れたのは5号艇辰馬となっています。対戦メンバー1号艇兵庫吉川元博、2号艇東京村田修司、3号艇香川三島誠司、4号艇志賀深井俊久、5号艇岡山辰馬光弘、6号艇東京石渡哲平です。インコースは1号艇吉川元博が入ります。現在得点率は第9位です。準優勝戦内枠がかかる一戦です。2コースは2号艇村田修司が向かっています。村田はこのレース2着以内で予選トップ通過が決まります。3コースは3号艇三島誠司はこのレース2着で 5.67 です。4コースは4号艇深井俊久、ここまでオール3連単キープ。5コースは6号艇石渡哲平、現在得点率第6位です。3アウト6コースになった5号艇辰馬光弘、辰馬得点率17位、このレース3着で 5.80 です。カドイチャー4コース4号艇深井が取って3対32つに分かれました。絶好枠1号艇吉川元博人気の中心、そして現在得点率トップに立っている2号艇村田修司が人気の対抗格となっています。4日目のラストカード第12レースの予選競争です。インコースから1番2番3番ダッシュは4番6番5番です。スタートしました。1号艇1号艇吉川がゼロ台踏み込んだトップスタートを切りました。逃げ体勢は1号艇吉川、2号艇村田が差してくる、3号艇三島がまくってまくり出すのは5号艇辰馬、間から6号艇石田が続く。逃げる1号艇吉川元博が先頭、2番手2号艇村田が浮上、3番手内側から5号艇辰馬、外から3号艇三島が並んでスタートは正常です。2番手1号艇吉川トップターン、2番手2号艇村田が旋回、3段手から切り込んでくる5号艇辰馬、握ったのは3号艇三島、3段手らしいは内側から5号艇辰馬が現在1点差リード。4番手から3号艇三島、内6号艇石渡5番手から追走です。1番手1号艇吉川、2号艇村田の順、
3番手争いは左右内6号艇石田をつける。握っていったのは5号艇辰馬川水、切り込んだのは3号艇三島、3番手5号艇辰馬が現在3、4艇士リード。上位は1番、2番、5番です。成田幕開1号艇吉川元弘が先頭でクリア。2番手2号艇村田修司が旋回。3番手から5号艇辰馬光弘が続く。1、2、5の体系。4番手らしい3号艇三島、6号艇石田、最後方4号艇深井がついて全艇が最終周回です。0台前半トップスタート逃げた1号艇吉川元弘が先頭で3周1番クリア。2番手2号艇村田修司、そして5号艇辰馬光弘が3番手から追走。1、2、5と動きなく3周1番からバックステージです。3連単のオッズは 11.6 倍となっています。これから最終ターンマーカー1号艇吉川元弘が人気に応えてラストターンマークリア。そしてどうやら予選トップクリア2号艇村田修司が最終ターンマークリア。3番手5号艇辰馬が取り切りまして1、2、5で最終レースは合流。先頭1番吉川五輪、2番手2番村田五輪、3番手5番辰馬五輪、3番三島、6番石渡、ラスター4番深井が五輪です。